前からやりたいなと思ってて。やるか。どうす、こういうゲームならこの3人だろうと。なんかいろんなキャラがいるんですよね。そうなんです。なんとロールが分かれていて、案件テイスト、ジョブがナイト、プリースト、ウィザードと分かれていて、ナイトは味方を守るタンク的な役目、プリーストは味方を回復するヒーラー的な役目、分かりやすくしなくていいよ。ウィザードは味方のために火力を出すアタッカー的な役目となっております。それを金もらってからそれやるのは、お互いが協力しないとクリアできないゲームなんだね。そうだね。でも台本ありそうに喋るのやめてくんない？ないんだから台本なんか。2人だったらきっと協力できると思って今回。ない台本の動きしかできないの何なの？やったー、楽しい。ないのに、ないのにその動きしかできない。じゃあ出撃と。今回はみんなランダムでやるんだっけ？プロモーション含んだ方がいいこれ。まあ確かに。一番うまいんだよだから。いやでも一番うまい人に火力出す方が。大はね、賞を金出すぞ、まあ、そう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 。火力キャラってやっぱ結構テクニカルなのキャラが多いから、なんか一番うまい人に火力を任せたい。水派っぽいやん。あんまないよ。メイン、いやいやもうメインアタック色押し付け合うのあんまないぞ。いやもうだって手の形似てるし。確かにね。アイコンのね。右手をちょっと上げてね、まあ、別にいいんだけどね。あ、うん、ウィザード楽しそうだけど、あ、ね、エリアあやかるとね受けちゃうかも。クズハも、まあ、でもいやでもヒールの方が10秒間に多い、うん、バトルヒーリングスキルの方が高い。高いね、600ポイントか。キリトコが言ってるやつね。Pがない、なさそうだなパッと見。ちょっと待って、おい起き上がったカナエの顔面で弾けて後ろの俺に当たったんだけど。あ、 俺が死んだ。いや、なんとかな、なんとかなるよ。命のリレー。なんとかなんねえよ、これ。わ あ, ー, あー、ナイス。カッコつけたがりエミールって出てきたんだけど。真面目な騎士グレイ。俺、田舎娘ベル。俺だけ悪口じゃね。俺、交互に触んなくちゃいけないとかじゃないのかな。いや、それはないでしょ。回復してる、こいつ。やめろー。あ、落ちた。あー、分かった。スキードを持ってる状態で青さんなくちゃいけないやつね。いや、逆か。何、なんでお前ら当然のように異世界転生者ですか、あなたたち。当然のようにギミックに気づくじゃん。まずいかも。一応クリティカル入れた。クラさん入ってる。クラさん、どういうこと。何、あ、勝った勝ったからいいんだよ。何ダメージフィールドに自分から入っていってたから。あー、マジ。マグマの上に突っ立ってるみたいな状態だったんだけど、今。そうだね。しかも自分から入ってたからね。あんまないな。吸血鬼が一番世界観ついていけないの、あんまないぞ。異世界転生で。これ、取っちゃった。あ、これ、豆腐味か。これはあるかもです。はい、ちょっと待って、何これ多分だけど、大伝豆腐味じゃない。どういうこと、豆腐味、豆腐柔らかいってこと。何豆腐見て。あ、4つやばい。待って、やばい。でもそれ周りのやつにダメージ当たるって書いてあるよ。頭割りだと。頭割りかな。頭割りだの、豆腐見だの。頭割りっていうのは、なんかその近くに人がいるほど一人に対してのダメージが少なくなる。ああ、あるんだ。そういうのが。一応2で取ってみたわ。なるほどね。敵 HP 少なかったからか。何、なんか。なんか来たよ。俺ワイ。俺ワイ。そっちの画面でもそうなんだ。全員がな。あ、なるほどね。一人一人違う説ね。お、前回やったー、倒したー。気が早い。最後に大技とかあるかもよ。あ、じゃあ俺が大技やるわ、逆に。メテオフォー。あー、終わってないっぽいな、やっぱり。終わってないって。どういうこと。え、なんで第2形態の始まりです。キンモ。お、いいじゃん。大丈夫、気にしないで。いや、気にはする。気にはなるだろ。俺が最も気にする職業。そうか、ヒーラーか。避けてやる、絶対。一発もらって。こと。無理でした。やめてくんない、それ。もう、バーニング、2倍です。起きた瞬間撃つわ。これは。あー、ごめん。ちょっとタンクさん足引っ張ってるよ、ほんとに。いや、ヘイト届くの忘れちゃった、一回。いや、ほんとに緑と紫ぐらいちゃんと見分けて。ヘルリンクむずいな。でもでも俺も無意味に引っ張った人に言われたくないですね。いや、ほんとに頼むよ。あ
起こさねえぞ。頼むよ、ほんと。ほんと頼むんだけど。ほんとすいません。そろそろ、フレに呼ばれたんで、すいません。静止時間まで出るんだ。ね。静止時間。終わってるよ。終わってるよ、俺。蘇生回数ってこれさ、された回数だよね、多分。どっだろう。あ、そうだね。蘇生回数、された回数、復活回数させた回数だね。お？逆か。あれ？蘇生がした回数で復活がされた回数か。そうね、俺75回も人救った覚えないもん。うん、俺は79回人を救った覚えはあるもん。24回も人救ったんだよ、クズさん。よかった。寝るか。まあまあ、すっきりしない感じ。もう2体ぐらい欲しかったな、ボス。確かにね。まあちょっとね、なんか全スキル使いたかったわ。そう、まだあるから。うん、いや、終わりでもいいしね、別に。俺は、俺もなんか終わりでもまあ、なんかだってやめるらしいじゃん。いや、そうなんだよな。いいんすか、なんかそんな。やめるらしいじゃん。いや、そうなんだ、聞いた。生意気すぎて解雇された。それはあるかもしれん。もしかしたら。俺だけにしとけばよかったのに。全員に盾つきすぎた。おし、あー、リク君とか言ったのが良くなかったかもしれん。あー、目つけられたんだ。俺、ここ前、ここ最近毎日株をくれないかなって言ってるけど、うん、時間の問題かな。生意気すぎたらさすがに行かれるかも。生意気すぎるかもな。お前は必要だったよ、2時3時に。え、エモくね、なんか。うん、必要だった。で、今の発言でもう必要じゃなくなった。あー、なるほど。じゃあ、心置きなく。クズハンのせいみたいな。おい、ちょっと。おい、エモいっすね、なんか先輩、それ。入れ。はい。やってこい。なんかプロジェクトインターやりたかったな、最後に。てか、なんか。どっちでもいい、一番あれやつかな。全然、やめる感じ出してないな。俺引退する感じ全然出てないね。いや、だって、早すぎない、だって、その。まだちょっと出すには早いか。あ、そう、まだ俺3週間弱ぐらいあるからさ、ここでもうそんなやめる感じ全振りだったらさ、みんな飽きるっしょ。終わってるってお前。あ、こいつまだやめてなかったんだみたいな雰囲気になるでしょ。なるほどね。まだ毎日あるからね、本当に。どうしようね。マユが決めてよ。いいよ、エペとかでも全然やるよ、俺は。エペやるか、じゃあ。そう言っていただけるのであれば。分かってこいよ。マジ？でも弱いじゃん。言われてるよ、カナエ。ごめん。舐められたもんだよ。謝ることある？弱くて。僕もバロばっかやってるから、そういうことね。あれだ、一人がボスになって、うん、それ以外の最大4人、5人か、がボスを倒すものになる PVP。おもろいじゃん。そういえば打診したわ。二人に。それ許可取れてるやつ？ちょっと許可を取れているかいないかというのは言及ができないので。ああ、いい感じに。すいません。お前やめるのに。確かに。なんてモラルがある。いや、言うなお前。タッチ取り。後を逃がすな。確かに。プライムサイト面白そうじゃない？うん、しかもコナミが出してるよ。そうそう、コナミさん、ね。俺面白いよ。あ、3年。はい。ねえ、やっぱコナミから出てるゲームもおもろいよ、絶対。ということで、集まってくれてありがとう。ありがとう。面白かった。お疲れ様。おつ。お疲れ様で締めていい。いいよ。お疲れ様、またね。おつ。はい、またね。まああいつ消えんのか、でも。まあ楽しくやれたらいいね、その後も。というわけで、最後のまたねでした。ないか、または。はい、最後まで彼を応援してあげてください。